ブレステイキングというこのストラップですね。ブレステイキングですからね、たくさん息が吸えるんです。これが何といっても魅力で、息で苦しまない、そして吹いていてやはり楽器があんまり重く感じないということが、自由に羽ばたける演奏ができる一つの要因になると思います。これはすごく、緊張を強いられる本番ではすごく助けになります。これなしでは、僕の活動はないと、言っていいです。私の仕事の中には教えるということもあります。もちろん専門家を目指す、東京芸大の学生とかもいますが、中学生とか小学生もたまには見ることがあるんですね。でやはりその時にすごく心配になるのは、小さい体で女の子が、普通のストラップをかけてて首が、こうちょっと曲がって前に出たりとか、重そうにしている姿を見ると、この大事にこれから
ね、成長していかなきゃいけない時に、首大丈夫かなって本当に心配になります。でよくその時には学校の先生とかお父さんお母さんに首を守るためだしね、長いこと楽器を吹いて肩こりとかねひどくならないように今のうちからブレステーキングを使った方がいいんだよってよくアドバイスしてますね。2007年から、このブレステーキングを使ってますし、開発の方も、少しずつですがお手伝いしてます。楽器の開発と全く一緒なんですけど、やはり自分の体とどう向かい合うかということは、一番緊張する本番の中で、使わないとわからないんですね。練習の時に、ストラップをかけて吹いてる時はあんまり感じないことも本番で立ってみないとわからないことがたくさんですね。やっぱりすごく緊張した時にしかわからないことで、そういったことを、開発しながら、ちょっとした角度の違いとか、この縫い方とかいろいろあると思いますけれど、そういうことを、話をしながら、いろいろ開発が進んできたと思います。この一つこの、ね、動きの一つとっても一個一個にこだわって、手作りですごく丁寧に作っているところが、やはり、我々演奏家にとっても本当に信頼できるすごいものだと思います。どうしても皆さん楽器のこととかマウスピースリードのことリガチャーとかいったこういう楽器にくっついている部分のことに神経がいくと思うんですけど、やっぱり体を使って音を出す楽器ですからね、やっぱり全てが楽器です。自分の体も、呼吸から楽器の一部になると思いますから、そういう意味でこのブレステーキングを使っていい息をとって、長いフレーズを自由自在に吹くこと皆さん目指してもらえたらいいなと思ってます。